死の果て市場の時は1983年に出版された日本の小説家中上賢治による長編小説。書き下ろしで新庁舎より刊行された。新庁舎の純文学書き下ろし特別作品として箱入りで出版されており、その箱には以下の著者のメッセージが記載されている。付された帯には以下のジャックが記されている。付録の挟み込みには 死フ風土の根源を照らす、地の果て市場の時をめぐってと題された、小島忍との対談が掲載されている。中上の意向により、中上の存命中は文庫化されず、中上の創生後の1993年7月に、新潮文庫として文庫版が刊行された。現在は2012年に講談社文芸文庫として文庫版が刊行されている。芥川龍之介賞受賞作。 三崎、毎日出版文化賞、芸術選賞新人賞の受賞作で、中上の代表作とされる、枯れ木灘の続編であり、三部作を構成する。前作、枯れ木灘において、実父の竜像に対する愛憎を半ばする複雑な、感情の暴発として、竜像の子、伊母帝の秀夫を殺害してしまった、竹原明之は、大阪の刑務所での三年の刑期を終えて、新宮に戻ってくる。 キー半島での高速道路や、原発の建設により、新宮にも資本が流入して、土地改造ブームが起きており、秋、美雪の心の拠り所であった、路地は取り壊されてさらちになっている。秋、美雪の伊夫姉の三重の夫、真弘や、秋、美雪の母夫妻の再婚相手の重造の息子で、伊夫系の文明はそれぞれ、肘方の組を率いているが、彼らは、開発公社に入り、 土建の仕事を請け負って裕福になっている。秋みゆきはかつては、文明の組で肘方として働いていたが、出所後は、地主、桜の番頭から成り上がって、材木商となっている竜像の下で山仕事をして、働くことになる。秋、みゆきの竜像に対するわだかまりが溶けているわけではない。だが竜像は秋みゆきを、後継者として扱う。 新宮の土地開発のスキームの背後には、龍像がおり、龍像は、文明の組の手形を集めて、弱みを握りコントロールしようとしている。元路地のさらちにはバラックが立ち不老者が住み着いている。その中には、若き日に龍像と共に、桜の手下として、火付けなどの悪行を重ねた、吉兄がいた。吉兄は、シャブ中毒で自分を、ジンギスカンの末裔だと信じている。 吉谷は、路地跡を占拠して火を焚いて、騒場を起こし、開発の邪魔をする。サネヒロラは、かつての仲間であった竜蔵が裏で糸を、引いているのではと疑う。整地された路地の裏山の跡地からは清水が湧き、水の新人の信仰宗教が起こっている。秋、美雪のぼ妹ぼいの里子、岐阜の姉、雪、竜蔵や秋美雪を見守ってきた、新地の飲み屋の女見者らは、 その信仰をしている。水の新人の道場では過酷な修行が行われており、教祖の母親がそれによって死亡し、そのまま放置され、腐乱死体となっていることが発覚する。よ兄の息子哲夫は、秋みゆが殺害した、秀での後目を継いで、地元の暴走族の頭となっている。彼は秋、みゆの旧地の警官から拳銃を盗む。拳銃は一時、秋、みゆの手に渡る。 それを知った、龍蔵の息子、秋、みゆの異母帝の文み明きは秋、みゆの龍蔵への殺意を疑う。秋、みゆと龍蔵が獅子狩りに行った夜、獅子肉を魚にした酒盛りの席で鉄尾は龍蔵を殺そうとする。よし兄が龍蔵をかばうと、鉄尾はよし兄を拳銃で撃つ。龍蔵はよし兄が入院した、翌日の早朝、秋、みゆの目の前で一死する。 吉谷にも、手術の甲斐なく死ぬ。秋みゆきは、路地の跡地の草原に火を放ちどこかへと消える。ありがとうございます。